この間お寿司買ったところでにスナック、おにぎりとかも売ってるから、そういう系を買いに行こうと向かってます。んでレモミンがくれたんだよ、嬉しい。ここに韓国語でエラゴ戦意直感へって書いてくれた、誕生日おめでとうって。もう私はどんだけ花束が欲しいか、もう口酸っぱくずっと言い続けた、やっとくれた嬉しい嬉しい、かわいいよ。開いてるかな今。11時半で11時半オープンなんで、まだ閉まってる。一回戻ろう。今車に戻ってて、もう一回チャレンジ。鍵を開けたからといってドア開けてくれるわけじゃないからね。あ、開いてるかも。あ、開いてるかも。ほら、入れた。何がいいかな。おにぎりこと、あとファミのサーモンの、そして私は焼きそばを買った。今から韓国のベーカリーに行ってケーキをピックアップしに行く。本当は誕生日の日にケーキ食べようと思ったんだけど、誕生日の日にスタバで飲み物タダでくれるから、まあ、せっかくくれるなら普段買わない高くて甘いやつ飲みたいなと思って、そうしたらケーキ食べれなくなっちゃうなと思って、だから誕生日よりちょっと今日まだ3日早いのかな、3日早めに今日ケーキをピックアップしようかなとしてます。そうで、そんで昨日ホミに頼んで電話してもらって、オーダーもしといてもらったから。めっちゃ青空だね。そうだね、車止めれないかな。Your destination is on the left.着いた。私は車から降りないで本人にピックアップ頼んだ。今日の水筒、あったかい緑茶。家帰ってケーキ食べるときは紅茶でも入れようかな。くれた？バースデーにくれてない？うん、うん、引いた？ろうそくだ。なんか今本人が車に向かっている間に、これはバースデーケーキなの？って引いてきた人がいた。今から家に帰ってケーキと、あとさっき買ったスナック食べる。 600m ただいま。ここでケーキ、ハッピーバースデーってつけてくる。これ何？あ、これを刺すんじゃない？ケーキに。刺すやつだ、これ。うん、これをくれたんだ。あとお花。こんな感じ。かわいい。ありがとう。うん、いいね。あ、バース、ハッピーバースデーのやつ。うん？ろうそくは、まあ、2本ぐらい立てる感じだ。じゃあ、ピンク2個で。じゃあ
ス？そこのロックを、うん、ありがとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Himeko. Happy birthday to you. ありがとう。イエーイ。おめでとう。ありがとう。今日から、今日やっと30歳になった。そのずっと昔からやってみたかったケーキホール食いっていうのを今日やってみようと思って。めちゃめちゃ昔から子供の時からやってみたかった。一回もやったことない。ケーキ食べながら甘いすぎるなと思ったらおにぎり食べたり焼きそば食べたりとかしつつ、本人はもう普通にお昼食べる感じ。じゃあいただきます。すごくない？こっちからこうやって撮るなんて YouTuber っぽくない？あ、おいしい。うん、でもね、うん、でも多分4口ぐらいしか食べれないかもって初め思ったけど、思ってる小さかったからいけちゃうかも。うん、うん、でもこっちから食べるの大変だな。うん、これ裏はピンク、水色なんだ。これピンクだけど。本当にチューパイプが濃いね、すごい。そう、でもケーキ丸ごと食べるのこのシーンが。でもこれ YouTube だと誕生日とかじゃなくてさ、うん、あれじゃない、なんか登録者何名ありがとうみたいな。そうそうそう、じゃあ私が食べますみたいな。でもさ、甘いものをさ、大食いしてる、大食いしてる人、うん、なんか大食いじゃないんだけど甘いものを食べてる人で、お、なんかこれどう考えても大食いになってるよなっていう人、うん、すごいなと思う、うん、甘いもの、うん、あんみつさんとか、うん、あんな甘いものいっぺんにずっとよく食べれるなって感じ。サーモンの寿司良かったね、うん、でも今レストランが空いてなくてさ、バースデーっぽい食事しに行きたいけど、どうだろう、行けるのかな。とりあえずバースデー当日はスタバで飲み物もらうから、あんま優雅に食事って感じじゃないだろうし、うん、しょっぱいもの挟んだ方が美味しいのかな。さあ、でもそうするとさ、お腹もいっぱいになっちゃうっていう葛藤もあるよね。うん、まあ、今はまださっきから食べてたら、うん、甘さに飽きる瞬間が来るかもしれないじゃん。甘さもだけどさ、同じじゃん、ずっと味が。だからその味に飽きる時来たら、その時がないわけね。うん。おにぎりとか。うん。でも飽きてはないけど、
すでにおにぎりが食べたい。おにぎりも食べたら1個食べるとかじゃなくて2口おにぎり食べてケーキとか。そうするとこう皿が必要。ロブスターおにぎり。あ、具は見えないか。具は見えない。具が特に美味しいとかそういうわけじゃないけど、うん、コンビニのおにぎりのあの味がする。そういう防腐剤なのか塩なのか、うん、なんかおにぎりが具がロブスターとビーフツナマヨあと何だったかチキンでなんか、まツナマヨ以外はなんかあまり日本ではそんなにないような、うん、日本のいわゆる定番の具みたいのが一個もなかった、うん、ツナマヨ以外。うん、ちょっとお腹いっぱいになってきたかな。びっくり、うん、今あともうちょっとで半分ぐらい。最初に想像したより全然食べれた。まだいけるし4分の1、うん、そう4分の1かそれか4口ぐらいしか食べれないんじゃないかと思ったけど、ちゃんとケーキから食べればいいんだよ。だからご飯食べてデザートでケーキ食べるから食べれないんだよね。よくさショートケーキのさ、うん、上のさイチゴを先に食べるか、うん、一番最後に食べるか問題があるけどさ、ホミはどっち？別に先も何も別に一緒に食べる。うん、よくさそれ先に食べる人は好きなものを先に食べる人で、うん、最後の人は後に取っとく派タイプみたいなことをよく言うけど、うん、私別にショートケーキの上のイチゴ自体をそれが一番お気に入りの食べ物ではない。ケーキの方が気に入ってるから、はい、イチゴより上のイチゴってただ飾りじゃんみたいな、うんうん、それが一番美味しいわけじゃないから。そうそう、ケーキの中にあるイチゴの方が美味しいし、だからその聞かれちゃうと難しい。好きなものを先に食べるか後に食べるかっていうんだったら考えて答えるけど、それでそういう判断されいちごのショートケーキでそれを判断されちゃうとちょっと違う。昔さストロベリー女ショートケーキっていうドラマがあって、多分ドラマの名前だと思うけど、タッキーとフカキョンが出てて、なんかフカキョンのことをタッキーが好きなんだけど、うん、そのフカキョンはなんかもう自由奔放みたいな感じで、それを表すときになんかイチゴを先に食べちゃうタイプなんだみたいなことを言うんだよね、うん、イチゴ見た目は可愛いけど別になんかそれそうみたいな
結局、まあ、結ばれるんだけどさ、フカちゃんと、うん、でも連れ子同士の兄弟なんだよね、うん、血はつながってないけど、うん、いろいろ大変だなと思って。でも結婚しようと思えばあの二人結婚できるんだよね、うん、なぜなら深京のお母さん死んじゃったの、そのドラマで、うん、だからもしお父さんが二人を結婚させてあげたいと思ったら、うん、離婚の手続き取れば、うん、二人は結婚できるはず、うんうん、結構仲いっぱいまだ行くけど全部は無理だな。私の胃袋も小さいもんだな。今ちょうど半分ぐらい。まだ美味しいと思うけど、お腹が結構いっぱい。でもこれはさ、頑張るべきなのか別に頑張んないけど、この程度でやめとくべきなのか。何を頑張る？なんかさ、達成感も欲しいじゃん。でも達成はできないよね、絶対に。あと二口ぐらいで達成できるなら頑張った方がいいけど、ほんとあんみつさんとかすごいよな。ハイエナみたいに。ハイエナ？旅行終わることもあってる。この焼きそばチンしてさらに目玉焼き乗せて食べようと思ったけどさ、そんなのもかなわない。それも無理かもしれない。できるの？食べてる。ふわ、これタンパク質取れてる？まあ、ケーキに卵とか牛乳とか入ってるから、うん、取れてるのかな？うん、分かんないけどなって。んあとちょっと時間経ったら結構すいてくるんだよね。確かに今はこうスポンジでお腹が血糖値がバッと上がってお腹いっぱいな感じがするけど、うん、なんかお腹空いたって感じになるんじゃないかな、うん、これかと思ってる。あ、結構もう、うん、はい、お腹いっぱいです、うん、すごい。半分ちょっと食べたかな。3分の2まではいかないけど半分より少し食べたって感じだね。すごいお腹いっぱいだね。うん、8切れるほどではない。普通にお腹いっぱいぐらい。うん。あ、どうぞじゃあ、みーさん、どうぞ。よろしいね。うん。おにぎりは全部食べた。ほみこれ全部食べちゃうんじゃない？ケーキ。残す？ケーキ食べ放題行ってもこれぐらいのケーキしか食べれないってことだよね。そうだ、うん、よくビュッフェとかさ紹介してる動画撮ってる人とかすごいね、うん、いろんな種類の食べてるけど、うん、じゃあ私さ日本行ったらさ何ニューオータニのさ、うん、バッフェ行きたいと思ってたけど、うん、そこで天ぷらも寿司も何焼肉も鉄板焼きも全部食べて、さらにスーパーメロンショートケーキも食べてパンケーキも食べてって思ってたけど、うん、無理だ無理かも。普通に最初からカフェ行ってデザート食べるぐらいでお腹いっぱいになっちゃうかもしれない、うん、それか全部を一口ずつ食べるとか。でもさ一口食べるのもさ本当になんかちゃんと持ってあってそこそこの量をそこを一口食べるのとさ一口しか盛らないでバフェで、うん、一口食べるのと味が違くない？一口しか盛らないで食べてるとなんか何を食べてるかっていうか、 なんか味があんまりよく分かんない。あーお腹いっぱい。まあでもよかった、ホールケーキ食い初めてした。
今でも最後まで食べてないから達成感もなければただお腹いっぱいになっただけって感じ。何を達成するね。あんみつさんめっちゃすごいよ。だからこれ食べるの？よくホールケーキ食べながらなんかこの間は質問に答えるみたいな、うん、やってたりとか、あとちっちゃいケーキとかもなんか7、8個食べたり、うん、やっぱり木パンとかやってるとは普通の人よりはちょっともっと食べないと、うん、大食いまではしなくても、うん、あのただ例えばワッキーとかも結構食べるじゃん。ワッキー食べるね、うん、もしくはあのなんだっけ韓国に住んでる、あ、鳥もち、鳥もちとかも昔あの一応大食いに出たとか言って、うん、まあ、普通の人よりは食べる方だと思う、うん、でも私も普通の人より食べると思ってたんだけど昔は、ね、うん、じゃあ今は普通の人ぐらいしか食べれないまあジェシカより食べるぐらいジェシカより食べない人いない。あ、でもジェシカはちょくちょく食べるんじゃない、うん、胃がちっちゃいけど食いしん坊ではあるじゃん、常に食べ物探してるじゃん。でも一旦食べるとさ、はぁ、もうすごいいっぱいってなっちゃう、うん、これにしとくかな、うん、これあるからもういくらでも食べれるからさ、うん、ショットケーキのこんな形でこれが終わりってのあるけど、うん、もうこんなちょっと食べちゃう、うん、明日に取っておく、うん、ピーバンスで、うん、ごちそうさまでした。じゃあまた明日は、うん、と今30分ぐらい休んでもうちょっと食べれる気になってきた。あといつもご飯食べた後って体重が 1.5 キロぐらい増えるんだけど、今見たら900しか増えてなくて、多分食べる量今日少なかった、重さで、まあ質量でいうと、だからまだいけるはず。コーヒーにしようかな。ケーキ以外のもの食べてみたけど、なんかせっかくなのケーキを食べて終わらせたい。お湯入れすぎちゃった。あ、なんかポケットしててお湯入れすぎちゃった。1杯分しか入れてないのに、ちょっと粉を足そう違うやつだけど、でもまだ全然美味しい、うん、
いけちゃうかも。今ホミーは昼寝してる。やっぱりお腹いっぱいだ。すっごいいっぱい辛いってことじゃないけど、お腹いっぱい。また休んだら食べれるだろうけど、それじゃちょっと違うよね。ああもうこれで終わり。じゃあ諦めます。お腹いっぱい。なんだろう、甘いから血糖値が上がっちゃうからお腹いっぱいになっちゃうのかな。お腹いっぱい。あの後ホミンも昼寝から起きて今からドライブ、まあ、車窓から楽しむ感じでドライブ。今マイナス10度ぐらいに結構上がってきたけど、でも寒いは寒い。とさっきまた2度目食べた後体重測ったら、まあ、コーヒーの重さも入れて 400g 増えてた。だから今日の食事は 1.3kg。 まあまあまあ、その普通普段の食事ぐらい量的には、だいたい 1.2 から 1.5 ぐらい増えるから食事の後。いやでも全然食べれなかった。2度目はなんか気持ちがフレッシュだからまた食べれると思ったんだけど、すぐお腹いっぱいになっちゃった。まあそうだよね、胃に入ってるんだもんね。もうね、湖の上歩いてる人はいるけど、スケートしてる人は一人もいない。一応雪が描いてある場所は何か所かあるけど、これでもちょっとスケートしづらいかもな。このリンクにたどり着くまで歩いていかなきゃいけないのね、雪の上を。スケート靴履いて。今こっち側の湖の方が人気なのかな。結構いい感じじゃない？ね、ちょうど透明な感じで。これ始めた感じ。うん、綺麗な感じ。あ、全然雪乗ってないよ。いい感じ、超透明で。おお、いいじゃん。スケートしてる人いる？でも見当たらないね。もうちょっと奥にいるのかな。でもスケートしてる人いないわ。もしかしてまだ薄いのかもしれない。でもまあ今週冷えるから多分分厚くなるんじゃないかな、水に。